牧神社は、京都府南丹市その部町武井にある神社。式内社で、旧社格は、府社。南丹市その部町の最西端、原、金寺山の北麓に北面して鎮座する。宮本である、武井集落をはじめ、篠山街道沿いに広がる、周辺集落共通の氏神として、近世以来、牧号十一家村の総鎮守と称されている。 かやぶきの大屋内に鎮座する本殿、東摂社西摂社は、京都府指定文化財で、境内は、京都府文化財環境保全地区に決定されている。その趣きから、京都で撮影される、時代劇のロケ地として、たびたび使用される。なお、社殿が北面する丹波地方唯一の神社としても、知られる。祭神については、 大井五吉姫命と交渉する遺説もある。また、神社名、負けは、三毛から来たと考えられること、現行神事のお田植え祭りやお染土から農事に深く関わる神であることがわかることから、食物を主催する、食物神であると見られている。なお、鎮座地の立地からかつては、背後の原、金寺山を、身体遺産とした可能性も指摘されている。金星には、 宮本である、武井村の他に、金号諸村の共同の氏神とされたため、牧号十一家村の総鎮守とも称されていた。近世の村単位だと宮本の武井村が、篠田、牧、上信公の三村に分かれていたように、他の集落も、複数の村に分かれており、総鎮守とした村は、都合十九個村にも及んでいた。十一家村の将には不合しないが、 当社の宇治こ集落には別に村単位の宇治神が合計11社あって、それらを当神社の末社として位置づけていた。そのことから、この場合の11家村の総鎮守とは、その11社の上位に位する総宇治神という意味である。また、巻号という合名は資料に確認できないので、地域的な通称と思われるが、再試験が、 周辺村落に展開されていた点に極めて中世的な姿が認められることから中世に遡る広域名称であったことが想定できる。この地域が藩政時代にあって、そのべ、亀山両藩に分かれながらも藩政の枠を超えて共同で祭祀を担当していたこともその一章とされる。宗子の年代等は不詳 新昇格直不省初週の大道元年の蝶に、神語慶雲四年に神冬一個が当てられたことが見え、当時には祭祀が行われていたことがわかる。創建当初は、現鎮座地よりもさらに奥まった山裾に鎮座し、豪雨による山崩れと参拝の瓶から現鎮座地へ移されたとされる。ただし、年代も含めて、それを称する記録は残されていない。鎮座地周辺には、 そのべ町口人の安谷古墳群をはじめとする古墳が、散在している他古墳出土地もあり、当地一帯が早くから明け立ちであったことが伺われる。任十二年、直死が左見されて方兵がなされた。演技式新名庁には、丹波国府内郡朝木神社と記載され、名神大社に列している。また、演技十七年の文書中に、当神社のハフリベである大谷という人物が見えている。 これは保証人として名を連ねるほどの有力者であったと思われ、神社としても平安時代における統治の有力者であった様子が伺われる。しかしながら、法暦年間に宿遊の家に愛子記録を消失したといい、その後の遠隔はつまびらかでない。九本寺の縁起によれば、白川天皇の御子、里氏行法神皇が九本寺の中高解散となった縁で、 上略三年に、同時への行行があった。同時の陳述であった当社には、船井第一、朝木大社の直学を歌詞して、神事祭礼を復興させたとたとされる。この白川天皇の行行関連は、後世の不快と思われている。しかしながら、長京二年五月に、翌年の当社の頭役を担当する、九本寺の総坊が定められ、 半年後の同三年正月にも同様のことが行われており、これより以前に同時の影響下にあったことは伺われる。欧米三十一年の文書にある朝木社も当社を指し、これも九本寺の影響下にあったことを示す記録と思われる。しかしその後は次第に衰退したものとも思われている。江戸時代にその部藩藩主小出氏の数計を受けて復興し、 元六年中には、本殿の修理をはじめ、大屋や拝殿、老門、石鳥井等の再建、造営といった、社等整備が、藩費によって行われた。また、小出市歴代の祈願書とされて、藩主の直気や大山が行われ、原金寺が別当寺と定められた。法歴十一年十二月十八日有国、近接していた、原金寺の栗からの出荷が延焼し、 社殿を含む、境内一円が、ほぼ全焼。この時に古記録、宝物類も失われたという。社殿の再建は、法歴14年から行われ、藩主小出絵持の援助や氏子の寄進により、明和4年7月に完成した。明治の神仏分離で別当原金寺を廃止、同6年に、近代社格制度において豪社に列した。その後、同43年には、 新鮮兵白領とも新社の指定を受け、大正5年3月6日に府社に昇格した。本出見左に東接社右に西接社いずれも京都府指定文化財。一軒社流れ作り武器。その部藩主小入れ持による、明和4年の再建時の建物で、一軒社の社殿としては、丹波地方のみならず、京都府下においても最大規模のもの。 香料や木花等の栄養は、同時代のものと比べると質素で、それ以前の伝統的な手法を受け継いだものとなっている。妻飾りは二重香料を構え、大瓶束に水流系の旧型をあしらって、見どころを作っている。香料を持ち出さない形式には、両端地方に共通する様式も認められる。大工は、晩秋下東軍、島村のもの。 霧妻作り平蘭リカヤブの大屋がかかり、大屋を含めて、京都府指定文化財。拝殿は、昭和初期に建てられたもので、両行三軒桁行き二軒の入りもや作り、平蘭リカヤブそれ以前の拝殿は、本殿と同時に再建された、両行一軒桁行き二軒の入りもや作り、妻入りかヤブキイタジキ話の建物で、絵馬社として境内に移築されている。 新門は、文化五年の小出栄による造営。入りもや作り平ら入り、見舞いっこの八脚門で、屋根堂板吹き。組物には、おだれきつけに手先を用い、木花を透かし彫りとして高料に派手な刷毛栄養を、彫るなど、文化危険造物の特徴を示している。京都不登録文化財。石像鳥居は、漢文十二年の小出吉久による造営で、京都不登録文化財。 山道に架かる巻京は、その藩からの参拝時には、社前のその川に架かる巻京で下馬する定めであった、ため、一に、馬橋とも称されている。演技の立憲文からは、平安時代に、羽振り部が置かれていたことが伺えるが不詳。中世から、近代初めまで五代仙原金寺が別当として、干渉し、同時が廃された後は、その藩氏の出である上橋が、 偶児職を継いでいる。宇治古各集落では、株と呼ばれる、同族団中の有力な、苗によって構成される、九州党と呼ばれる宮座が組織され、祭事に参加して、それぞれの新役を務める。宮本である竹井の場合、九巻村の特定の六夜それぞれから一名の九州が選ばれる。それ以外の九、篠田、今井、辻田からは特定の八夜が、 宮寺等について、神寺等において、宮寺を補佐する。これら各集落の宮沢牧神社の祭祀にあたると、同時に、それぞれの村氏神の祭祀にも関与しており、そこには、村氏神の祭祀と、総氏神である牧神社の祭祀という重層構造が、認められる。このような祭祀の重層構造は、丹波地方に広く認められるが、 範囲の広さと神事における個体の依存状況から、牧神社の祭祀はその典型とみなすことができる。例えば下神江村の場合、丘内ほか7株の同族集団があり、その中の五内が、東野星で、九州を構成、新交祭に奉仕すると同時に、村氏神である、恵比寿神社の祭祀を担うが、そこに、さらに祖神を祀る株の祭祀が重なる。本家が、 中世の地侍の末と伝える丘株だと、本家の屋敷の裏手に、森さんの水と称する湧水と、地主大権限と称する彰子を株の神として祀るが、これが、本来の氏神である。同様に他の株も、森さんや、知人、山の神等と称する株の神を、株単位で祀り、他株と共に、九州を組織しては恵比寿神社と牧神社の祭祀に、 関与することとなる。このように、十一家村の各集落では、氏神、村氏神、がみ、総う神という三層の祭祀が重なっていることになる。同様に宮本である竹井においては、総氏神である牧神社が、村氏神ともされるのであるが、祭祀は、村氏神のものと、総氏神のものとに分かれる三重の構造となっている。 おたうえ祭りは東神社祭人の性格を表す、竹井集落の五国の豊上を予祝する神事で、近世には5月5日に行われたが、改歴によって6月5日となり、現在は6月5日に近い日曜日に行われている。まず神仙とともに血巻を備えて、祝詞と創乗し、その後拝殿に据えられた太鼓を取り囲む形で、藍染めの木綿のかすりを消したさおと川になり、 太鼓の表紙と歌に合わせて、おたうえ踊りを踊る。ついで九首が、先端に、家型の板をつけて、それに鳴子を吊るした竹竿をクワに見立てて、手に取り、本殿の階段を他に見立てて、白柿の所作を行う。その後、二名の沙乙女が、ジンの血巻を、宮司から二十五本ずつ手渡され、おののが他に見立てた、階段一段ごとに五本ずつ植える所作をする。次に、 おたうえおどりが繰り返され、終わると、さおとめは植えたち巻きを集めて、再度宮司へ渡し、参拝者が玉串を奉天して、神事を得る。古くは巫女による神楽が武装されていたとも伝えるが、不詳。現在の、おたうえおどりは、昭和九年に、当時の宮司が創出したもので、新規に属するが、その他はよく個体を残している。なお、おたうえおどりには、 うじこ中の婦人が組織だって多数参加したものであったが、その組織も戦後に解散され、昭和50年頃からは、婦人の参加自体が減少したため、昭和58年8月に伝統を維持、継承するための軽心婦人会を結成、それ以後同会を中心に10名から15名が、おたうえ踊りに参加している。 新交祭は牧号11河村の祭りで、近世には連祭に合わせて8月開日から9月昨日にかけて行われていた。明治16年以降は10月14.15の両日となったが、さらに平成15年からは新交祭を10月の第3度日曜日に行っている。かつては宮本のほか旧集落11社のうじ子が参加したが、現在、苦労だ。 横田、大村、口八田の4集落は参加していない。新興祭前日に船坂と人志港に設けられた、新寺宿の庭先にお墓を設け、船坂では当神社宮寺が、人志港では、宮寺島が訪れて、祭典の準備を行う。当日早朝、獅子人から征服2名の使いが当神社へ左遣され、酒や枝豆を献挙する祭典が行われた後、 改めて午前10時から祭典が採行され、午後2時に、神輿が、船坂のお旅所へ進発して、新興祭が始まる。神輿は途中で、人志向の地獄行列に迎えられて恵比寿神社へと向かい、拝殿に安置されて、九州や人志向の九州による祭祀を受けた後に、再びお旅所へ向かう。すると、今度は、船坂の地獄行列が途中でこれを迎える形で、 合流し、有国お旅所へ到着、御しが、お旅所に設けられた仮殿へ安置されて、人志向と船坂から申告を収めた俵の奉納を受ける。なお地後については、人志向はお山、船坂は男形とされ、それぞれ女性あるいは男性の装束を着する定めとなっている。昭和7年頃までは、横田の若宮神社から同様の御しと御があり、 船坂の者はこれを迎えて五旅所まで随行。五旅所では巻き、若宮両神社の御輿が並べられて同宿したという。よく未明、竹井、人志向、船坂、獅子人、大西、半田の九州をはじめとする事故子が、五旅所へ参集し、練りや相撲の奉納が行われる。この時には、獅子人と大西から選ばれた、佐多人と呼ばれる者が、宮司の指示を受けて、 神事を取り行う。はじめにサタ人が、おみきを建てまつれと命じて神事が始まり、船坂から選ばれた、天と模写が榊を口に加えて神前に、みきの満たされた、兵士二本を持参する。続いて、それを調子に注いで神前にハべる宮司へ渡す。それを受けた宮司は別の兵士に注ぎ直して剣じ、調子は天と模写へ返す。次にサタ人が、 おみきを下げよと命じると宮司は、兵士から杯へみきを注いでそれを神前に残し、残りのみきを、兵士ごと、天とも社へ戻す。引き続きサタ人は宮司へ、おみきに参られと伝えて、共に、船坂町という、お旅所内の三州殿へ下がり、みきとかきを切って作った魚で直来を行う。その後宮司とサタ人が再び神前へ戻り、サタ人が、 お天ともに盾と命じると、天とも者が、王家の神仙を二前、古家の神仙を十一前備えという、練りへと移る。若宮神社の御子が同宿していた当時は、天とも者は二手に分かれて、両神位をそれぞれへ備える神仙を運び、若宮神社法は、御子がこれを受けて御子へ献制したという。なお、現在は略されているが、以前は、練りの前にサタ人の、では、 おろしという合図で鉄線が行われていた。練りはその様子から、土壌取りとも呼ばれるが、サタニンと竹井、ハンダの相撲取りによって演じられる。演者は一人ずつ刀を手に取り越しにビクを吊るして、お旅所にしつらえられた土俵を一回りし、その間刀で血をついて、折った塔と言いながら、土壌を掴んでビクに入れる仕草をする。その後九首の呼び出しで相撲が行われるが、 先に、実際の取り組みが、ついで、反覚力と呼ばれるものが行われる。取り組みは、で相撲と、待ち相撲に分かれ、待ち相撲方の相撲取りが先に、土俵へ上がって、後に上がる、で相撲方からの技を、一方的に受け、で相撲方が勝ち役を、待ち相撲方が負け役を演じる形で7番が、行われる。反覚力は一人で相撲を取る所作をするもので、 最後は投げ飛ばされたように転がる。これは、イネレイである目に見えない薪の神を大主とすることを、表し、その神に投げ飛ばされることで神量を慰め、五国の豊穣を祈るものという。反覚力が済むと、竹糸今度は、船坂による練りがあり、神事を終える。相撲は十一社の氏子が参加する習いで、現在不山の四集落は、 竹井の者がその代役を務める形で骨格を保っている。また練りに関しては、滑稽身を帯びたその様態から神との相撲に伴う、かつての二人の名残とも思われるが、兵庫県の石上神社に伝わる、生マズ押え神事とともに検討すべき伝承とされている。新交祭二日目の午後二時頃、ろ、子が俵や、弓や、敵、将棋、折り等を持参して参集する。 まず、船坂の者が俵と織りを見越しに剣じ、のりと僧場の後に沙汰人を先頭に、人志向、船坂の一行が閉塞、弓、敵、氷、織り等を捧げ、獅子人と大西の当番が好き、マグワを持ち、二頭のハリコの牛がその後に続いて一列に、なって船坂町の周りを参集する、汚染土が行われる。汚染土が終わると、人志向と船坂の茅子が、 三越の前で閉塞を振り、ついで木馬に帰乗的持ちが掲げる的親でいるやぶさめが行われる。やぶさめが終わると、三越の観光となる。観光は、お旅所を後にした三越を、竹井、人志公以外の者が、篠山街道まで見送り、人志公の一行は、人志公の公民館付近まで同行する。夕刻に、三越が牧神社に帰着すると、 最後はこれを担いで激しく上下に揺すりながら、拝殿の周りを一周し、進行祭を終える。なお、昭和37年までは神輿を担いでの、巡行であったが、担ぎ手の減少により現在は台車に乗せて、これを引く形となっている。ありがとうございます。